はい、こんばんは。何事も浅く広くカメラなどのお話チャンネル山でございます。今回はなんとソニーの ZV-E10 を予約しましたという話から、少しね、なぜ予約したのかというところを含め雑談形式でお話したいと思います。実は予約開始日が7月の30日でした。7月30日11時頃ツイッターをね開いた時、たまたま予約開始というツイートをね見まして、なんとなくソニーのソニーストアですかね、直販のソニーストアを開いたところ、魔が差して予約してしまったという次第であります。実は APS-C のカメラというのは最近ね結構熱いものがありまして、皆さんご存知のようにニコンの ZFC、 それから富士フイルムの XE4 などAPS-C カメラが最近熱い感じが私はしております。私はね最近フルサイズのカメラを使うことが多いので APS-C から少し離れ気味なんですけれども、ここはね一丁一つ購入してみるかと思っていたところ、その魅力的なね3台が立て続けに発売されたわけなんですけれども、なぜ私はその中でソニーのね ZV-E10 をね選んだかという話です。まず最初に候補に挙げたのはXE4 ですね。まずデザインが好みでした。やはりちょっとしたねレトロデザインで、そしてコンパクト。富士フイルムはフルセンサーサイズのカメラを作ってませんので、メインがね APS-C みたいなもんですから、その点でも APS-C のねレンズをフルに開発してくれる素晴らしいカメラメーカーだということ、そんな点からね富士フイルムの XE4 が一番の狙い目でありました。そこから少し時を経まして ZFC が発売されました。ちょっと前の一眼レフスタイルといいますかね、 FM2 みたいな感じのニコン伝統のデザインという感じで、あれもねデザイン的に本当に惹かれるものがありました。でここに来て ZV-E10 の発売というか予約開始、この3台迷いますよね。で私が選択したのがソニーの ZV-E10。 理由といたしましては、やはりねソニーのマウント、まあフルサイズですけども α9 を使用しているというのもほんのちょっとですけどありました。まあこれはあくまでほんのちょっとです。なぜ同マウントのカメラを買う理由がほんのちょっとかと言いますと、 α9 と持っているレンズが FE200-600 の1本だけなんですね。超望遠ズームレンズ1本しか持っていません。実質ねどでかいコンパクトカメラみたいなね感じで使ってるんですよね。ということでそこのねマウントに縛られる必要はないのかなという感じがしていました。超望遠レンズは α9 に任せる、そして標準域はそのね APS-C カメラに任せるということであれば、別にマウントに縛られる必要はないのかなというのが一つの理由です。フルサイズのね標準域はシグマのね FPL に任せているって感じですけどね。そのシグマ FPL に任せているというところで、やはりコンパクトな動画が撮影できるカメラが欲しかったっていうのがねありますよね。 APS-C カメラで動画と考えますと、フルサイズよりある程度ボケがね少なくなりますので、ちょっとしたこういったね撮影をするときには非常に便利だと思います。今このカメラは ZV-1 ですけれども、 ZV-1 1インチセンサーぐらいだとねボケ量がちょうどいいんですよね。こう何かを近づけても離してもね非常にうまく動作してくれますし、しかもボケ量もね手頃なのでちょうどいいかなと。フルサイズだとねかなりボケますのでね、こんなとこに物を置いてくる日には私ボケボケでね見えなくなりますからね。そういった意味でも APS-C っていうのもかなりボケますが、まあバランスがいいのかなというのがあって、動画向きにね使いたいというのがありました。その点でね APS-C カメラ、先ほどの3機種、別にどれでも問題ないかなという気がするんですけども、やはり一番動画に特化したのは今回発売された ZV-E10 だということは、まあ皆さんわかると思いますけれども、 Vlog 仕様ですからね、私大体顔は写してないんですけども Vlog 仕様のカメラの方が使いやすいかなというのはわかると思います。もう問題点としてはファインダーがないってことなんですよね。写真を撮るということに特化するならばファインダーは必須になってくるかなと私は思います。 FP もねだいぶファインダーがないことでね苦労しましたからね。やはり写真を撮るという行為に対してファインダーというのは結構一致するというかね、なくてはならないことだと思うんですけれども、ことビデオに関して言いますと、こういう動画ですね、動画に関して言いますと別にファインダーはいらないんですよね。どちらかというとバリアングルですとかね、自撮りができる機能が欲しいというのと、あとこの ZV-1 にはあるんですけれども、動画を撮影している時どこかしらでね
今動画を撮影してますよと教えてくれるねランプというのがあるんですけれども、録画中ランプっていうんですかね、こういうのがね前面にあると非常に使いやすい。撮っていたと思ったら全然撮れてなかったっていうミスがね減りますからね。そういった動画中心の機能をつけてくれているのが ZV-E10 だったので、まあこれしかないかなというところですね。まあ値段も安かったしね、ファインダーがついていない分安かったっていうのも大きいと思います。そしてこの ZV-1、 今使ってる ZV-1 とねほぼほぼ同じような性能を誇っているということで、この ZV-1 を使っていてね全く問題がないと言いますか、むしろこいつが一番の相棒になっている状況なので、まあねそれがね APS-C になったということで、バージョンアップとは言わないですけどね、まあ姉妹機が出たということで、まあそちらの方が使いやすいかなといったことであります。まあ私のチャンネルを見ているような方はおそらくですけれども ZFC 結構人気なんじゃないかなと思います。本当私もね欲しかったなと思うんですけれども、まあねこの辺りのね ZFC や XE4 などね購入しなかったと言いますか、避けたという理由をねちょっとこれねあまりねなんていうのかな、軽く炎上するかもしれないので話してなかったんですけど、次の動画で話そうと思います。ZV-E10 をねなぜ購入したかという動画で、次はねそちらの系のね APS-C カメラをなぜやめたのかという動画にしたいなと思って、ちょっと分けてみようと思います。とりあえず今回はね、まあ、動画に強い ZV-E10 を購入したというお話でありました。まあ、ぶっちゃけね、この ZV-E10 にね、FE200-600 をつけて撮影もできるわけですよ。むちゃくちゃですけどね。ファインダーないんでめちゃくちゃなんですけれども、1.5 倍ぐらいになるのかな？そうすると換算。800mm 程度の APS-C センサーですから、800mm 程度のファインダーがないカメラも爆弾するわけなんですけれども、しかもね 1.4 のテレコンとかつけたら大変なことになっちゃうっていうね、ファインダーがない大変なことになったカメラっていうのもできるんですけども、まあそれは現実的ではないので、おそらくこういったね動画を撮影する専用になってくると思います。でもよく考えればね FP 時代も超望遠使ってたからね、ファインダーないけど、まあ、できないことはないかもしれないですよね。あとソニーの ZV-E10 をね購入するにあたってちょっとばかり不安に思っているのが、やはりレンズのラインナップですよね。 E マウントは最近はもちろんフルサイズをね中心にレンズのラインナップを整えてきているので、 APS-C センサーサイズ専用のレンズっていうのがあまりないですよね。付属しているレンズキットを購入しましたからね、レンズキットを購入しましたのでキットレンズはあるんですけれども、まあしばらくはねそれで撮影しようかなと思ってるんですけども、次に続くレンズっていうのがねいまいち難しいなと。広角レンズもちょっと古くなってきてますし、今度ねタムロンから 11mm スタートのレンズが出るみたいなんで、まあそれぐらいかなという感じがしています。まあ社外品といっても、まあタムロンはねソニーみたいなもんですからいいんですけれども、やはりソニー純正品で APS-C のレンズをちょっとね揃えてくれると嬉しいかなという気分もいたします。そのあたりねフルサイズにかなり特化しちゃってますので、富士フイルムや、まあ、ニコンもねないね APS-C レンズっての、まあ富士フイルムにねだいぶ水をあけられてる感じもしてますが、このね ZV-1 のね使い勝手が非常に良かったので ZV-E10 にも期待しております。ちなみに ZV-E10 という名前ですが、一応 α シリーズとしてラインナップされるみたいですね。そのあたり、まあもちろん E マウントですからね、そういうふうになるのは当たり前かと思います。まああとはね、7月30日に予約開始だったんですけれども、発売が9月の中旬だったと思うので、結構待たされるっていうのはネックですね。このあたりね、部品供給がね、うまくいっていないというね、話もありますのでね、いろいろ各カメラだけではなくてね、電子機器、そういったことが影響しているのかもしれませんが、ちょっと待たされる感が多いですね。これでまた発売延期なんてことがあったら、10月に入ってきちゃうので、結構待たされちゃうんでね、ちゃんとね、発売日はね、このまま行ってくれることを願っております。ちょうど9月ならね、写真あるいは行楽シーズンに間に合いますのでね、ぜひともソニーでね、発売日に発売をお願いしたいところであります。本来なら当たり前のことなんだけどね、最近多いですからね。ということで今回は ZV-E10 を予約しましたという雑談でございました。次回はなぜ ZFC や富士フイルムの XE4 ではなかったのかというお話をしたいと思います。気が向かなかったらというか、やめるかもしれません。ちょっと怖いんでね。実はね、この話をする前にね、ZV-E10 をね、予約する前に、なぜね、APS-C カメラのそういった人気商品を購入しないのかみたいなね、雑談も取ったんですけど、ZV-E10 を
予約したところでね、お蔵入りになっちゃっているので、そのね撮り直しということで頑張って撮ろうと思います。このチャンネルでね、こういったねカメラの雑談からカメラのレビュー、あるいはちょっとしたね実験検証までやっていきますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。コメント欄にコメント書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。